どうもどうも、わしじゃ。前回海洋バイオームを見つけたということでね、ちょっと海洋バイオームといえばですよね、まだね知らない方もいるかもしれないので、ちょっとあるかわかんないですけど見に行きましょうか。炎、木しかできないや。痛いです。よし、こんだけあれば十分なんです。で、ほいほい、ボート、よし行きましょう。まあそんな遠くに行くつもりはないんですけど、ちょっとあるものがあるか気になりますね。ちなみにね、 F3 を押すとねバイオーム名が見えるんですよ。このどこだったっけな、どこだ、忘れた。どっかに書いてあったはずなのにな。バイオ、あ、あったあった、エクストリームヒルズって書いてありますね。まあ、そんな感じで、ここ海洋って出たら、海洋とは出ないですけど、オーシャンかなって出たら大丈夫だと思います。バイオストーンビーチ、オーシャン来た。ストーンビーチなんで、石の浜、巨大寺、暗い森。待って、オーシャン、俺は期待してるよ。生成されてないだけでね、あるかもしれない。でも音がするんですよね、近くに行くと。ないのかな、生成が遅い。とりあえずディープオーシャン、深い海ですね。あの苗木だけ持って帰るか。海の上にいれば、あの夜は安全なんですけど。広いね、海洋が、予想以上に。これ何すか。ないかな。あれ怪しくね。あったー、ありました。皆さんあれです。あれが最近追加された海底遺跡ですね。この音がすると思うんですけどね、なんかモブがおるんですよ。あそこにビーム出してです、あのビーム出してです。あいつ、あかん、ノー、イカがねビームで殺されてるんです。潜っても見えないと思うんですよね、暗くて。見えないな。撤収、近場にあることは分かった。撤収だ。乗れよ。なんで乗ってくれないの。こんなことできたっけ、乗って、マジでボートに。なんでこいつブロックになってんの。おいおいおい、
ボートがブロックになった。あ、乗れた。よし。というわけでですね、まあ、また参考画像載せておきますが、あれが、海底遺跡、水中遺跡ですか。まあ、ジャングルでいう遺跡、砂漠でいうピラミッドの海洋バージョンですね。ただしボスもいる。マインクラフト界3代目のボスですね。エンダードラゴンにウィザーにあいつ、ガーディアン、ガーディアンって言うんですけどね、あのビーム履いてたフグじゃないけどハリセンボンみたいなやつですね。まああれは最後だ。エンドラ倒してウィザー倒してその次です。あんな近場にあるけど最後です。突撃イシピ豆タンク。まあ、とりあえず今回撮影終わったら、まあ整地して畑作ってから始めますかね、次回は。まあ多分こんな感じの日々が繰り返しになるんで、まだ進歩があってから撮るって感じですかね。うさぎちゃん、よし、今日も早めの帰宅です。金属を手に入れる。豚肉はまあ待っといてや。鉄ピだけ作りますか。鉄剣も作ろうかな。斧もめんどくさいんで鉄でいいや。おい、実績はあと何があったんですかね。魚、ダイヤモンドか、もうすでに。牛ころがしはさ、これでいいんでしょ。よし、もう牛転がしてないけど、いざ農業。小麦ちょうど2個あんだけどな。まあいいや。はい、じゃあちょっと早いですがここで終わります。次回はここに畑作って、この辺もちょっと整地してから始めたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。はい、おじぎおじぎ。